こんにちは、石山浩司です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日はご質問ですね。金のバーについて。丸1、今かなり高く買い時とは思えない。現金を金にすることは高くても現金よりは保全といいから買えておくといいという感じかと。これご質問です。ここも丸2、将来持っていると伸びるから持っておく感じか。ここもご質問ですね。で、丸の3つ目、すでに米ドルは衰退期に入ったと思う。丸の4つ目、石山戦乱の金とアンティークコインということで、4つのテーマでお話をしていきます。まあ、金の話結構してるんですが、また改めてご質問があったので、金のバーについて、丸1ですね。まあ、今かなり高いと。日本円でいくと 1g1 万円みたいに金がなったので、ちょっと 1g1 万円ってかなり高いかなっていう感じですね。昔、おそらく、3000円ぐらいだったと思うので、1オンス700ドルぐらいだったと思うので、それに比べると2.5倍とか3倍近くまで上がっていると。で、現金を金にすることは高くても現金よりは保全としていいからかというのが、この方の考えです。で、私の意見ですね。で、もちろん保全です。で、日本円でも米ドルでもポンドでもユーロでも中国元でもルーブルでもない、唯一の世界通貨がゴールドなんですね、金と。で、普通考えた時にお金を高いとか安いとかって言わないんですね。1万円見てこの1万円が高いとか1万円が安いとかっていうふうに言わないので、もうすでに金本位制が終わった後の世界にどっぷりハマっているのが今の現代人です。なので、ゴールドだけが世界で使えるお金で、それ以外のお金は各国が好きなだけ発行している通貨ということになっていると。で、ここが非常に問題なので、現在の貨幣は好きなだけ印刷できるものと、まあ、日本だと日銀が借金をして国債を発行してお金をジャブジャブに印刷するということを言っていると。で、アメリカも一緒ですよね。アメリカも国債をジャブジャブに印刷して、今やもう3000兆円とか4000兆円分発行されているみたいになっていると。なので、これ今インフレが各国で起き始めてきていて、金利上昇とかも起きていて、それぞれの国の貨幣価値が非常に下がっているという状況になっていると。貨幣価値が下がっているということは、それらの通貨ですね、米ドルとか日本円とか、さまざまな通貨が価値をなくしてってるっていうのが大原則です。2つ目、将来持っていると伸びるから持っておく感じかと。で、これ可能性としては値上がりしていく可能性っていうのは当然あると。で、自分はただその感覚ではないです。値上がりしていくとするとインフレなので、材料を掘る、金鉱を掘るとかですね、溶かすとか、保険代とか人件費とかが上がっているので、まあ、その分金の価格もさらに上がっているというイメージです。で、伸びしろを見るんだったらアンティークコインの方がはるかに伸びしろが高いと、まあ、1年で倍になったりするもの普通にあるので、そのような考えです。で、ディフェンシブなものがゴールド、要は守りのものが金の地金で、いつでもどこでもその国のですね、資産と交換可能だからです。その国の資産と交換可能、まあ、1回現金にする可能性は高いですけど、金を持っていれば米ドルにしてアメリカの不動産を買ったり株を買ったり会社を買ったりすることができると。以下同文ですね。ポンドだったらイギリスで、ユーロだったらユーロ圏でみたいな感じです。なので、全世界核戦争とか、全世界がなんか氷河期に入ったような感じとか、超絶な天候不順とかがない限り、ゴールドは非常に換金性が高い最高のディフェンシブのものです。丸の3つ目、すでに米ドルは衰退期に入ったと思うということで、まあ、米ドルはもうブリックスにだんだん押されてきています。で、ロシアの例の資産家の資産凍結をしたことで、もう親親しいですね、親しい欧米国家以外からもう完全に孤立してしまったと。もう本当に世界はブリックス対欧米 NATO に分かれてしまったので、ブリックス側にこれからもっと増えていく、こっちの方がルールがマシってなった時に米ドルはどんどん衰退していくという流れになりました。
なので人のお金を理由つけて持ってってしまった、ね、国が戦争してるのに個人のお金を凍結するとかも多分ありえないことなので、それをした状態なのがアメリカという感じです。あとアメリカ国内が治安が非常に悪くなってきており、まあ、先ほどのインフレの問題もありますし、政治不安ですね、民主党対共和党みたいな、民主党大丈夫かみたいな人たちが非常に増えてきているので、まあ、このような状態にアメリカという国はもうなったかなと。で、やはり昔ローマがとかっていうふうにフランス王国が滅んだとか徳川幕府が滅んだみたいに、ある程度まで維持した後にそれぞれのものは全部破壊されてなくなってしまうんですね。なので米ドルもおそらく国家としてもう破綻してしまうようなところにもしかしたら乗っているのかなという感じです。別にこれ私だけが言ってるわけではなく、そのようなことを言ってる人はいます。これも年数のバイオリズムの問題とかにも関わっている状況です。4つ目、石山戦乱の金とアンティーコインということで、まあ、これ、戦乱ですね。この世界の戦争状態がロシア・ウクライナ戦争が手打ちで終わるのかどうかにかなりかかっているんですが、まあ、戦乱が続いている間はまだ、ゴールドは強い、あと実需のアンティークコインですね、どちらも現物の資産として有効かなと。で、あと不動産、お金持ちはみんな不動産と株買うって決まっているので、不動産は高いところなら下がったら買うレベルでいいのかなと。で、今世界的に災害が増えているので、まあ、動かせない、要は不動産なんで、この動かせないものは非常に注意が必要かなと。なので、まあ、バランスよくですね、金持って株持ってアンティーコインも持って不動産持っといて、あと世界の通貨ですね、まあ日本円だけでなく米ドルももしかしたらルーブルとか中国元も持つ必要があるのかもしれないんですが、それらも持っておくと非常に資産防衛ができるかなという感じです。そろそろまとめですね。まあ今日は金のバーについてということで、まあご質問の一番の最大の意図は今高いけど買うべきかっていうことだと思うんですね。で、私の中では今高いっていう気持ちはあります。例えば1オンス1850なら買いたいけど今1930とか40とかだと思うんですが、ちょっと高いかもねっていう感覚はあるんですが、この後ずいずいと上がってってしまう可能性があるので、まあ、一部でもゴールドに変えておくと安心かなという感じです。で、どちらかというと金利が激低い日本円がどんどん円安になっていて、もう本当に数ヶ月で 10% とかって日本円が毀損してってる方がよっぽど問題なので、これ他のものに変えておいた方がいいかなということもあります。あとはこの戦争状態、インフレ状態っていうのを見たときに、まあ今言ったようにゴールドだけではなくアンティーコイン、不動産、株、様々なものに逃がしておくといいかなという感じです。本日の動画がためになって面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。あとコメント欄ですね、このようにご質問いただけるのが一番ありがたいので、コメント欄にご質問とか、あとご感想いただければと思います。このチャンネルでアンティークコイン投資でお金を増やす、守るっていう内容から、経済の話、支配者論から陰謀論、心理の話まで幅広くしてますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。動画の最後に QR コード、概要欄に URL、LINE 上で@ゴールドコインと打ちますと、私が発行している LINE に登録することができます。このコイン買った方がいいよとか、あと今だとセミナーの告知とかもしてますので、ぜひ LINE に登録していただければと思います。あと動画1本ついてまして、動画見た人にですね、30分間、水曜と日曜日ズームで1枠しかないんで1日1人しかやらないんですけど、個別相談っていうのをズームでやってます。日時合わない人は日時調整、ズームわからない人はお電話でもやってますので、まあ、コインで資産を防衛したい、まあ、増やしたいって人の方が実は少なくて、資産防衛したい人はぜひ個別相談に申し込んでいただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。